はい、こんにちは。今回はね、バタピーですね。こいつは誰だって言ってですね、電録ってやつですね。電録助ですね。カリポリフレッシュピーナッツみたいなね。いきなりこうやってドヤ顔で出てくるんでね、お前誰だみたいなね。なお名乗れみたいな感じですね。いきなりドヤ顔で出てきますからね。では、こう、いただきたいと思いますね。これは106円ぐらい安くなりましたね。電録は豆系が好きなんですよ、この子ね。この人豆ばっかり食べてるからね。てか豆しか食べられないのよ、この人。豆しか食べられない。いや、うん、あ、なるほど。バターの味がして、うん、それに塩味が、うん、聞いてて、あ、いいね、これ。ほんの塩味が効いてる。あんまりこういう豆系あんまり好きじゃないんですけどね。でもまあ、こっちが食べてくださいって言うけど食べてますね。うん、でもまあ、なんですね。うん、豆は、なかなか、うん、いいもんだな、これな。うん、塩が、ちょっと、塩辛くて、まあ、そこに、このバターをまぶした、豆のポリポリとした味わい、うん、食感がいいですね。これで108円なら安いな、これな。これで108円ですかね。安いなと思いますよ。で、これならは、うん、ちょっとしたおやつなんかにも、豆は体にもいいですね。パリポリフレッシュみたいなね。まあ、そんな感じで、いいなという感じですね。どうもありがとうございました。